ナオトパセン、行くぜ。ああ、チェンジソール、セット、レッツゴーオン。タイルファイヤー、ということで本日もやってまいりました古原やすさ TV よ。今日のコラボ相手はですね、タイムレンジャーからタイムファイヤー滝沢直人役の笠原慎さんです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、かっこいい。全然変わんないですね、本当に。そんなことないって。いや、本当に変わらないです。僕もう今週ずっとタイムレンジャー付けだったんですけれども。すごいよね、勉強家で。いやいや、もう本当にありがとうございます。でも本当に富翔が褒めてましたよ。あ、本当ですか、うん、いやもう翔くんも本当にね、あの小学校の先輩だったりとかするんですけれども、うん、あのやっぱアバレンジャーもアバレンジャーでめちゃくちゃ面白かったですし、はい、タイムレンジャーはタイムレンジャーでなんかもう本当ね、泣ける話が多いのと、もうドラマがすごいですね、本当にね。タイムレンジャーはすごいです。すごいです。本当にすごかったです。本当にすごいです、はい、今日はですね、はい、もうこうやって乾杯スタイルということでやらせていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。それでは乾杯。乾杯。ハイボール、ハイボールです。はい、で最初に会ったのが飲み会の、まあこれから話すかもしれないけど、その飲み会の場、はい、北沢さんの、はい、ところだったから、はい、すごいんですよ。ゴリゴリ来るんですよ。ちょっと挨拶自己紹介 してきたと思ったら、はい、二言目には YouTube 出てください。YouTube 出てください。え、でもこれ、ね、ちゃんと理由があるんですよ。笠原さんがちょうどその時って仮面ライダーギーツで、うん、ギャーゴを、はい、そのやられてる時くらいだったんですよ。変身した時だ、はい、その週だった。そうです。なので僕もめちゃめちゃテンション上がって、なるほど、そうなので、ぜひ会った時にちょっとこれは絶対言っとかないとなっていう。あとは皆さんがお酒が強すぎて、これ早めに言っとかないと俺忘れるなと思って。でもそういうことか。だから二言目に言ったんだ。そうです。それで帰り際にもう一回言うんですよ。笠原さんって覚えてないと思うけど、約束しましたからねって、 YouTube 出てくれるって言ってくれましたからねっていうふうに言って、ラジオ覚えてるから大丈夫、じゃあちゃんとすぐ LINE 交換してくださいって言って、俺連携で取られてるじゃん。で LINE 交換したら翌朝起きたら朝一番でこっちも二日酔いでこんなんなってるのに、覚えてますかって、YouTube 出てくれるって言ってくれましたからねって、その後にスケジュール、日取りまで、広報日、撮影の広報日まで10日間ぐらいで、ね、うわーってこの日を使って、そうですね、ゴリゴリ来るな、そうですね、そうですね、うん、で、多分最初に出てきたのが27話で、割と遅めなんですよ、うん、で、最初ちょっとしか映んないんだけど、28話で本格的に出てきたみたいな感じだったんですけれども、うん、そもそもこのタイファイヤーに、そのなるにあたって、そのオーディションを、うん、まあ、受けたと思うんですけれども、うん、それが初オーディションだったんですか？初ではないと思うけど、うん、すごい覚えてる。東映さんの本社だよね、はい、みんな多分、はい、日比谷の、はい、あそこで受けたのはすごい覚えてるな。3次審査ぐらいまでやったんじゃないかな。へぇー。フラール君とか5人選ぶから、はいはい、何色にしようかなとかっていろんなことあったと思うけど、はい、俺の時は一人だから。そっか。でもすごい人いっぱいいたっていうような気がする。でも割とその一緒に受けた人とかがそのなんていうんですか、知ってる人だったりとか、そういうのなかった？全くなかった。名前言えないけど、後から、うん、その特撮で活躍される人のあの時にそのシンジ君と一緒に受けて、あれシンジ君が撮ったんだよとかって言われて、あ、そうなんだって言われたけど、全然覚えてない、それは。ええー、そうなんですか。初対面だし。あ、そっか、うん、それこそ俺も25とか6とかで、はい、めちゃめちゃ若くて尖ってたから。いや、そうなんですか。だってもう本当に引きずり下ろしてやろうじゃないけど、自分が撮るんだ撮るんだって。ああ、なるほど。そういう気持ちでオーディションはいつも受けてたので。あ、確かに相手が俺のことを覚えてたらあんまりいい印象ないぐらい、まあ、まさに本当直人ぐらいゴリゴリいや行くぐらいの気持ちで絶対取ってやるって思って、やっぱりオーディションには毎回行ってたんで。なるほど。いやでも直人も相当野心にあふれてるキャラだったじゃないですか。そうだね。もう野心ってここに書いてあるぐらい、もうだから肉か野心かみたいな。本当にそういうキャラだったじゃないですか。普段のプライベートではなかなか出せないけど、はい、
だそこが悪役っていうか、まあ、直人は悪役ではないけど、本当の悪役ではないけど、はい、僕はこう結構悪役をやることが多いので、そういう人間の欲みたいなものをストレートにバンって役を通して表現できるのが非常になんか演技をやっていて俳優やってて楽しいですか。いやでもなんかテロップがファッて なりましたね今ね。はい、なりましたね。達也とのその立場の違いとかを自分の中ではものすごく悔しくって、でも達也は自分のね、あさみっていう名前があって、そのレールの敷かれてて、達也はそのレールから逃れたい。でもそこからなんでお前は逃げるんだと、お前そこ逃げるからこそ人生敗北だぞみたいなことを言って、だったらそこの座を俺がもらってやるっていうのが直人なんですよ。そこだけ見ると直人ってめちゃくちゃ強い野心家のイメージがあるんですけれども、でも実は心優しい一面も持ったりとかしてて、鳥を大事にしたりとかっていう、もうものすごいね、トラとサクラですよね、はい、っていうもうすごい心優しいんだけれども、やっぱり自分が表に出て仕事してる時っていうのはめちゃくちゃ悪に徹するっていうのがこの滝沢直人っていうキャラで、切ないんですよ。しかももう一個だけ言うと、死ぬべき人じゃなかった滝沢直人は、うん、なぜかというと龍也っていう30世紀の麻美の血を引いた、もう本当に達也そっくりの隊長がいるんですけれども、その隊長が実は V-Rex の操縦者だったんだけれども、自分が死ぬのも嫌だからっつって直人に書き換えたっていう、ものすごく悲劇の人なんです、うん、それが滝沢直人、うん、めっちゃ切なかったです。あめちゃめちゃ切なかったです。あ、本当にもう 何回泣いたか本当に。嬉しいな。だって直人が死ぬシーンとかもうあっけないじゃないですか。そうですね、死に方とかもいろいろオーダーじゃないけど、うん、あ、オーダーしたんですか。もともとだから直人は死ぬ役じゃなくて、そうですよね、うん、でもまあ僕が演じていながら、これどうなるんですかって、まあね、経験者だから分かると思うけど、結末知らされてないじゃないですか。はい、はい、知らされてないです。大体こんな感じみたいな感じで、あって聞いてるけど、細かくはやっぱり決まってなくって、俳優見ながら、俳優のその性格とかいろんなものを考慮しながら書き換わっていくとか、うん、本人の特技をうまく利用したりとかっていってね、はい、それがやっぱり1年間やってる、うん、あの番組のその良さの部分でもあると思うけど、今じゃ本当考えられないと思うけど、必ずみんなで飲んでたっていうか、あ、共演者はもちろんだけど、はいはい、スタッフさん、はい、俺らはだいたい夕方ぐらいには茨城とか栃木とかから爆破散々して帰ってきて、はい、大泉に帰ってくると大泉で誰かが飲んでるんですよ、はい、そうすると携帯にメールが来て、そこにはプロデューサーさんがいたり、はい、まあ、その組じゃない監督さんがいたり、はいはい、まあ、ジャックさんがいたり、うんうん、そういう感じでずっと飲んだんで、はい、当然そういう話になって、はい、自分の役の話、はい、僕も若いし役に対してどんどんこう愛情が、僕だけじゃなくて他のレギュラー陣もみんな、はい、どうなっていくんですかみたいな話になっていて、いや決まってないっていうのを言われるから、はい、で僕はだからちょっと最後だから大団円とかになるのはちょっとどうなんですかね。なるほど。なんかこう戦隊当時だから僕が20年目の時だったのかな。で名前もと僕の時からそのスーパー戦隊ヒカサさんが冠を変えて、はい、あ、タイムレンジャーからですか。違ったらごめん、違ったらごめんだけど、いやいや、はい、ヒカサさんが多分、はい、そのスーパー戦隊シリーズっていう冠を1個、はい、そのリニューアルというか、戦隊シリーズ、はいはい、戦隊シリーズとも言われてなかったんじゃないかな、はい、それをスーパー戦隊シリーズって銘打ったのはタイムレンジャーかな、タイムレンジャーかなって、もしかしたらと言われてるかもしれないってことですね。間違ってたらすいません。大丈夫です大丈夫です、そこは、はい、そういう中で、まあ、その提案させてもらったんですよね。提案どうしたんですか。いや、仕事してくれ。マジで。それ言った時にもう周り全反対、当時の大人たちは。でしょうね、でしょうね。絶対そんなの、やす子さん、小林やす子さんが脚本家の時、やす子さんも私はヒーローは殺さないって決めてるから、はい、無理って言われて。決めてるのに死んだんですか、最後。いや、それがなんか流れが変わってきて、はい、回を追うごとに、はい、でも本当最初はみんな、もう氷川さんもそうだったと思うし、誰も相手にしてくれないっていうか、また言ってるよみたいな、はい、あー、なるほど。だってみんなで飲んでる時に殺してくれ殺してくれみたいな、そうなった時にまた言ってるよ
バリ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 みたいな、はいはい、ヒーローを殺さないみたいな感じだったのが、あれは俺の記憶だと西平さんってプロデューサーさんで、アシスタントプロデューサーさんでいた人が、いや俺はありだと思うよって言ってくれたんです。僕は突破口です。そこほらって西平さんが捕まえて、首根っこ捕まえて。でも当時その僕の時はインターネットも黎明期で、はい、でテレビ朝日さんに当初とか僕が出ると子供が泣くから出すなみたいな、確かにちょっと怖いかもな。でそれをニコニコしながら、その当初を僕に持ってくるのも西平さんだったんですだけどその西平さんがパッて俺に見せた後に、でもお前のやり方間違ってないからって、このまま行けって気にすんな、優しい、見せた後にね見せた後に見せなくていいよ。でも最後こういうやつの方が俺は子供は好きになると思うよみたいな、だから気にしなくていいよって、はい、でそっからなんか流れが変わって、やっぱりじゃあ殺すことにするわっていう風になって、そっから安子さんとも同志みたいなみたいな話になって、ああなるほど、すっげえ安子さんとお話しして、安子さんがすごい聞いてくれる、ね、大先生だけど、まあ、当時 もうキレキレだったけど、本当にいつでも電話してきてとか言って、で私朝まで本当徹夜で書いてるから、いつでも何かあの分からないこととか聞きたいことがあったら聞いてねとかっていう言ったし、はい、言ってくれたし、まあ飲んでもいたりしたので、そういう場所でこれってとかっていうのはよく話した。で安子さんもお酒大好きなんで、うんうん、いやでもその僕が思ったのは、直人がね最後死ぬのって、女の子が急に鳥かごを持って現れるんですよ、うん、で鳥戻ってこないのかっつって、その鳥が窓に来てそれを追うところから死亡フラグが始まってて、で直人が体をこうやって引きずりながらこうやって鳥を見つけて、鳥をこうやって入れたっていう風に思ったら、いきなり後ろから出てバーンって撃たれて、それで死んじゃうんですよ。え、なんかあんなに強くていろんなそのドラマを見せてきた直人がこんなあっけなく死んじゃうんだっていうのが、すごく僕はやっぱ寂しいというか納得できない部分もやっぱあるし、こうでもそれはなんか完全にオーダーというか、なんだろう、提案はしてた部分かもしれない。なんでゼニットにやるの？だってあれだけ強かったタイムファイヤーが死ぬ時って、はい、そんななんか壮絶にみんなの犠牲になって、俺がみんなを守ってとかっていう、そういうかっこいい死に花じゃないんじゃないかなっていうのは、なんか安子さんと話してて、それ安子さんの案でもあると思うんだけど、正確にはどうかちょっと忘れちゃったけど、とにかく本当にあっけないっていうか、今言ったあっけない、え、そこでそんなことでっていうのはなんか言ってたし、その鳥を飼うとかっていうのもブラックジャックが好きで、はい、ブラックジャックが家帰るとこうウサギに餌やってる、はい、そういう話もなんか安子さんとした記憶があって、多分そういう会話を飲んでる時に、あるいは帰りのタクシーとかで話してる時に安子さん拾ってくれて、ああいう風になったのか、まあ安子さんに聞いたらはっつって、私が最初から考えたのよって言うかもしれないわからないけど、俺なんか台本の時にあっつって、この間の話がなるほどみたいな風に思ったのも覚えてるけど、まあ真相はちょっとそれ安子さんに聞かないとわからないけど、すげえ話だな。タイムレンジャーメンバー、うん、そう、あのタイムレンジャーメンバーに要は合流するのって結構後半だったじゃないですか、うん、ってことは割ともうチームが出来上がってる中に入っていくのって完全に出来上がってたですよね、うん、結構大変だったと思うんですけれども、全然大変じゃなかった、え、全然大変じゃなかった、うん、そうなんです。永井さんを筆頭に本当に何だろう、本当に優しかったみんな、永井さんがでもまあ本当リーダーとして、初対面でその本当に雨の日だったと思うんだけど、衣装合わせで行って、はい、で1時間ぐらいの差で、はい、先にやその衣装合わせを永井勝さんがしてて、はい、で紹介されて、はい、でもずっと待っててくれて、優しい、うん、で終わった後にパッて言って、雨がすごい降ってきたので、はい、食堂でお茶しませんかって誘ってくれて、うえー優しい、でそこでほんとね雨が止むまでっていうか、ね、2時間ぐらいなんか話してくれて、こういう感じでやってますみたいな、よろしくお願いします、なんて呼んでいいですかみたいな、ほんとそのところから、優しい、下の名前で呼んでもいいですか、まあ俺の名前3つ4つ年上なんで、あ、そうなんですか、
逆に笠原さん何て呼んでるんですか、真永さんのことは。マグ。マグ、マグって呼んでる、あだ名がマグだったので、はい、マグ。なんでマグなんですか。これはね、多分当時ね、ホームラン王のマグアイアとかその辺から来てる。マグアイアとマサル全然使う、なんかつかないですけどね。でも、まあ、なんかみんな本当マグだった。そうなんですね。みんなマグだったし、マグマグって言って、でマグって呼んでくださいって言ってくれたし、はい、まあ俺とかで、じゃあ下の名前で呼んでくれていいよとか、はい、じゃあくん付けで呼んでもいいですかみたいな。はいはい、そしただけど、くんで呼んでいいですかって、しんじくんって呼ばせてもらってもいいですかって言って、だから大体、戦隊出身の子は、はい、俺のことみんなしんじくん、しんじくん。確かに、笠原さんって呼んでる人は前回飲み会誰もいなかったですね。しんじくんでしたね、確かに。君くらいだよ。いやー、だって僕は初めましてですし、やっぱりなんか戦隊の大先輩っていうのもあったりとかするので。じゃあ今日きいや、言えねえ言えないっすよ、それは。言ってもいいんですか、この中でやっとかないと。マジですか、嫌になっちゃうかもしれない。ちょっと練習していいですか、うん、シンジ君。ああ、やばい、言えない、言えない、言えない、言えるか、言えるか、こんなの言っていいでしょ。いや、言えない。マジですか、いいですか、いいですか、シンジ君。やすっ、やったー、嬉しい、これなんだこれ。めっちゃ嬉しいです。いいですか、じゃあ僕ちょっとシンジ君って呼んでいいですか、これ。もちろん、もちろん。やった、うん、その方が嬉しい、俺も。ありがとうございます、うん、ちょっと僕、シンジ君と、うん、じゃあ、うん、今日から呼ばさせていただきます。永井さんが、そうだね、本当その2時間とかお茶したのはすごく覚えてて、で、いろんな俺の質問にも答えてくれたし、はい、実は今、そのどこどこのスタジオいっぱいあるじゃない、はい、スタジオが。で、そこに行って、他の4人いるからって、あの、よかったらって、僕自己紹介しますって言って連れてってくれて、で、レッドイカの他のね、4人に会って、で、みんなもそれぞれなんか、うわ、この人なんだみたいな感じで、めちゃめちゃレッドしてますね、永井さん。うん、すごい優しかった。最初、いや、なんかね、同じレッドでもやっぱちょっとタイプ違うなって思いますね。だから永井さんがもう引っ張っていくみたいな、リーダー中心みたいな感じなんですね。賢いので、明るいし、体育会系でなんていうの、爽やかだし、ブルーの綾瀬の木戸裕二さんはちょっと役柄と変わって、ほんと常にこう冗談を言うみたいな、現場は本当にムードメーカーみたいな。言わなそう。直人が来るまで一番のキザキャラでしたからね。うん、でもそのかっこいい部分もあるんだけど、本当に一番イメージ的には本当にこう人を、なんだろう、面白おかしくいじって、その場をこう沸かすみたいなタイプが。僕それのイメージはどっちかっていうと泉さんだと思ってました。ドモンがそういうキャラじゃないですか。ああ、そういう部分もあるんだけど、どっちかっていうともっと役者フェーズに入るっていうか。そうなんですね。もっとこう俳優としてもっともっと頑張りたい、もっと上手くなりたいっていう、なんかそういうフェーズがこうあるっていう。シオンとかはどうなんですか。当時で言うと本当に倉貫、はい、さんだけが、はい、ありがとう。めちゃめちゃ可愛いキャラだったじゃないですか。彼はもう子役からずっとやってるので、だからかめちゃめちゃ上手でしたもんね。そう、カメラ慣れしてるっていうか、はい、で当時は本当オールアフレコなんで、はい、しんどいじゃないですか。しんどい、めっちゃしんどいです。しかもみんな駆け出しでさ、はい、初めてしんどい、自分の芝居とはいえ同じ日本語に日本語を当てるって、はい、どうやってたかなみたいな。やっぱりあの時にカメラ前で立ってたテンションにはなかなか持っていけないので、はい、どう近づけるかっていう、あの難しさみたいのは本当オーラフレコでもう、うわ難しいなって。あ、したらもうちょっとしたらなくなるんだこの文化みたいな。はいはい、そこもなんか、だから最近、だからツイッターで今ね、 YouTube でやってるから、その泉さんがね、はい、いやもう本当ちょっと至らない演技でみたいなことを書いてたけど、いやいやいや、そんなことないよっていう。ナオトのキャラってアドリブってあんま入れられないというか、入れるその余地っていうか、ね、もうほぼなんか言うこともそんなに無駄なことあんまり言わないし。ああ、確かに、だから無口な方だから。そうですよね。結構入れてたよ。入れてたんですか。めっちゃ意外っす。めっちゃ入れてたよ。それ仕草とかだったら分かるんですけど、例えばどこっすか、一番印象に残ってる部分とかありますか。やす子さんが褒めてくれたのは、バッて死ぬ時に目開けて達也と目合ってるに、ようっていう、あれ入れやすいじゃん。ちょっと待って、あのようそうだったんですか。そう。いや、
もうなんかその用がすぐ電話かかってきた、安子なんかどこいんの飲もうっつって、いやもう用が、あの瞬間にあの用さみたいな、めっちゃ良かったっす、めっちゃ安子さんに褒められた、それだけすごい褒められたことだけすごい覚えてる、あの用入れるんだって用なかったんだ逆に、入れたかったのね、どパッて目が合った時にね、達也がいて、でも死ぬから一番死なない死なない手を取りたかったっていう、もうだって直人はもう死ぬんですもん、でなんでかっていうと撃たれてバーって終わった後に達也が結構時間経ってから駆けつけるんですよ、直人のもとに、うん、で直人が倒れてるところにバーって行って、おい直人直人って言って起きて、よもうこれヤバくないですか、もう死ぬんだよ、もう死ぬの分かるんだよ、だけど直人はあくまでいつもの直人をそこで貫いて達也に普通に会ったみたいに「よ」って言うんですよ、もうこれが超切なくて、もう俺目から鼻水やばかったですよ本当にすごい悲しかった、そうで、しかもその後ですよ、このね V コマンダーを達也がこっちに装着して、うん、そうで両手にもうクロノチェンジャーと V コマンダーを装着して、で V レックスを呼んで戦いに行くって最初一人なんですよ、だけどその後タイムレンジャーが30世紀からみんなで帰ってくる、もうこれナオトの気持ちを背負って戦う達也の葛藤だったりだとか、あれかっこよかったよね、いやかっこよかった本当に、永井さんって本当半端ないんで、いやそうですよね、本当身体能力が半端ないんで、でもインターハイでめっちゃ戦ってたじゃないですか、ちゃんとあれは、永井さんがその同じ大学の空手部の人を呼んでるところが、呼んできてくれた人がちょっとこう吹き替えになってくれてるところもある、はい、まあ、もちろん俺がやってるところもあるけど、そうなんですよ、全然分かんなかったですよ、空手やっぱりねできないもんね、いや笠原さんもめちゃめちゃ動くって、笠原さんってめっちゃ素面でも動いてたじゃないですか、まあ動いてた、でも俺が動くとちょっとこう縦になっちゃう、そのボクシングやったからボクシングの動きになっちゃうので、そこはなんかこうやっぱり空手でのほうがいい、しかもこうマスクみたいなこう透明なやつがあったりとかしたから、そこはうまく、全然分かんなかったです、笠原さんと思ってました、あれそうです、ラパームあった時代だよね、めちゃめちゃありましたもん本当に、後ろ霧吹きでびしょびしょにされましたかやっぱりそれは覚えてないな、僕たちびしょびしょにされて、あれ何これって言ったら、いや燃えるからって言われて、多分それは俺らがそれ霧吹きされないでこの髪とか衣装が焦げたことがあったからなるほど、前任の方がいてそこからの反省ってことですね、本当暑いんだもんあれ暑いっすよ、音もすごいし本当に暑いっすよね、わかるんだよ、そのカンカンがさ立ってるから、そこがポンってなるっていう、暑かったですね、なおと最後その女の子を守るために体めっちゃ張ってゼニットにバーってやった時に、うん、多分あれ自分で爆薬つけて自分で押してますよね、あれ俺やったことないんですけど、あれ熱いんですかやっぱり、熱いんですかね、もう全身もうやけど、めちゃめちゃ打たれてます、ババ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 バって軽いね、はい、プチプチプチみたいな、普通さ血の断着じゃない、はいはい、バチッと押したら血がビョンビョンってなるんだけど、はいはい、まあその子供番組っていうこともあったと思うし、あとその レーザーというか特殊な未来のあれなので、はい、全部火花なんだ、うん、外に火花が出るようにこう作ってくれてるんだけれども、はいはい、一切 CG がない状況で本当に火花が出るんだけど、そんなさ火花さんだってさ火花さんだって洋服一枚かわしてここでバチッてやったら中でもこう走ってる走ってますね、それはもう本当に終わったらもうこの辺もうバチバチそうですね、うん、ちょっと仮面ライダー技術に、うん、まずその決まる前にどういうふうにこれ経緯で決まったのかっていうのをちょっと伺ってもいいですか、いやギャーゴに変身することは最初から決まってたんですか、変身するかもしれない、変身するんです、うわ違う違う違う、ごめんごめん、変身するとは言い切れない、シンジ君が変身しないわけないじゃん、変身させてやるよ、うわー熱い、いいな、言ってくる、変身ポーズ考えといてね、あれ変身ポーズって自分で考えるんですね、どうですか、でもその仮面ライダーに変身するってどんな気分なんですか、俺は仮面ライダーに今でもなりたいんで、あチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。